はい、ということで、あのファミリーマートでじゃーん、これ刀剣乱舞のまんまり焼きが売ってたので、ちょっとね開けていきたいなと思います。気になる。そう、このまんまり焼きのあれもう開けちゃいますね。じゃあ開けちゃおう。えっ、あー開いちゃった。そう、なんかシールが1枚ついてくるんだけど、全部で8種類で、そう1枚ついてくるみたい。私はね清水が欲しくて、そうこれ何が出るかちょっとわかんないんだけど、まんまり焼きはちなみにじゃん清水にした。かわいい清水。いや、トーラブのねゲームを始めた時に一番初めに選んだ、そう刀剣男士です、清水。すごいね、あの主のことをすごいなんか好きというか、なんていうの、可愛がってあげたくなるよな。そういっぱい可愛がってあげたくなる清水。そう、絵から好きです。あ、推しはニッカリオエなんですけど、はい、ちょっと今回のやつには入ってなかったので、ちょっと今回は清水狙いでね開けたいなと思います。え、何が出てくんやろ。三日月、鶴丸、あと小狐丸か、小狐丸とか持ったっけし、開けられん。ハサミもらってもいいですか。ありがとうございます。ありがとう、むーちゃんがハサミ渡してくれました。開けます。さあ何が入ってるんでしょうか。ダダダダン、ダダン。おお、小狐丸や、嬉しい、めっちゃ嬉しい。小狐丸欲しかった、やったー。え、嬉しい、小狐丸当たりました。うわ、パソコンに挟もう、パソコンケースに。え、嬉しい、結構好きです。結構てかだいぶ好き。やりました。はい、以上です。あと美味しくいただきます。はい、今日はみーたんとまいまいで麻婆豆腐を作りました。いただきます。はい、今日はですね、セブンイレブン限定で最近出たスプラトゥーンのボトルマーカーをね、これ買ったんですけど、そう、これがなんかもしかしたら自分のアクステも刺さりそうやったんで、ちょっと一回試してみます。ちょっと今このクーガイオーナのアクステでやろうと思ったんですけど、横の幅はいけてんねんけど、この横幅が太すぎて入りませんでした。